おはようございます。おはようございます。バーチャル。おはようございます。ゴリパラね、絶好調で。本当に。ね、皆さんも、はい、そしてキッズの方々も、はい、薄々感づいてる、はい、予算がない旅でございます。この番組はしがない芸人たちがあなたの願いや思いを叶えるために日本全国どこへでも全力で旅をしてきますので笑ってくだされば幸いです。計算しました。はい、額、はい、なるほど。出演者スタッフ含め5人分で1泊2日うっす。うわ、いや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 、2万8000円。これはないわ。今は背のためや。寝袋用意してます、ね、いやちょっとそれは、いやもう長山じゃ来んなよ。お前の分口べらしや。予算を全部渡しますんで僕らは判断しないので。絶対預けちゃダメなのこいつ。なんか持ってきたら絶対ダメなの。あ、ダメ。なんか前回差し入れしていただいたやつ、雲海さんから差し入れいただいたんでしょ。いやこれ大事な資源。あの資源、資源、資源、資源。いや、それはもらうんじゃないの。つまみがいいってつぶやくわ。ダメダメダメ。そういうの、それは失礼だわ。参ったね。5人分やもんね、長山。いやマジなんかもう長山にばかり当たって申し訳ないけど、めちゃくちゃ当たるけど、お前頼むな。充電のなんちゅうの、ああいうのがないとこも絶対ないからね。充電のああいうのがない。水産地のね、頼むよ。何言ってるか全然わかんない。すげえいいこと思いつきました。2万8000円持ってボートレース行きましょう。ダメです。いやそれダメです。なんで。いや負けんじゃん。200円が5、6万になる世界じゃあるからな。夢見始めてる。8割当たる感じで言っちゃったんですけど。いや行くときはそんなもんです。今日バレンタインデーやからですか。施しが多いかもしれないよ。ちょっとそういうダメだって。それを望んじゃいやだ。本当にそれは今のお前です。もらえるもん全部もらえます。この番組のルールを矢野ペペが説明いたします。インタビューやメールで行ってみたい場所を聞き、その中からランダムに目的地を決定。依頼者の代わりにその場所へ行き、僕らがお望みの写真を撮ってくるルールとなっております。うわすごい。うそ、うそ。うわ、いや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 。お待たせ。斉藤。少し黙ろうか。いや申し訳ないんですけど、斉藤ちゃんが何してるか、そう、ちょっと黙ろうか。いいんだよいいんだよいいんだよ。カチン行くよ。予算の問題でですね、はい、今回5人で2万8000円の旅です。はい、2万8000円です。最初はグー、はい、じゃんけんポン。これくれるんですか。あ、これみんなにいいと思って。カプリコがいっぱい入ってる。カプリコいっぱい。貴重な糖分がある。いや下関の海峡館のペンギンを。これくれるんですか。これはさん、あのペペさんに。あ、ありがとうございます。これ糖分、これ糖分。お借りとす有徳稲荷神社御朱印もらってきてほしいんです。今日実は入籍したんです。もう出してきたんですか。はい、もう一言、うん、このようにならないように頑張ってください。はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。バッドケースですか、ね、バッドケース。確かになんか喋るよ。山口県の角島を、うん、あ車を買ったばっかりで、はい、交通安全のために、はい、大分の宇佐神宮に、大分の長湯温泉、じゃあ B でお願いします。 B お、はい、B です。阿弥陀下関、下関、下関、海峡館。ありがとうございます。行ってらっしゃい。気をつけて。というわけで今回のゴリパラ見聞録は山口県海峡館でペンギンを激写する旅でございます。ありがとうございました。ちょっとなんとかしのげそうです。食料として助かりました。本当にありがとうございました。まず400円。すいません。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、一回ちょっとあの脳みそ整理させてもらっていいですか。今までの人生にないことが起こりすぎたんで。だって見てよこれ、これも神奈川、栃木、岐阜、栃木もいた、
あ、土地がいなかったです、すみません。足すのやめて。台湾の人もいたよ。ここのかまぼこ屋知り合いやけど、もうなんかもらっていく？大丈夫？いけるこれさ。かまぼこ？ゴリパラ見聞録とかあるんで、なんかかまぼこの中も使わない数みたいなの食べたら、数じゃないですよね、ちょっと食べれるやつの端の端の方とかですね。いつも面白く見てる。ありがとうございます。悪く映んないですかね、これ。ちょっと、いや、悪く映るかもしれないですね。わあ、ありがとう。皆様のね。これなんかかなりいいやつですよ。ダイレクト？チョップ？もう帰ってる。チョップなの？俺に言って。プロ村に挨拶してきよ。すいません、かまぼこありがとうございました。よかったら袋だけもらっていいですか。すいません。揃ってきたね、かまぼこ。もう甘いもんは負けるって1ヶ月分ぐらいあるよ。あります。安い民宿泊まってあるもので一婚するっていう。鍋とかあるよな、ゴリケン鍋。振る舞いたいんですか、これさ。吉川にラーメン奢ってもらいます？昼飯。昼飯奢ってもらう。今度は奢って。吉川にラーメン奢ってもらいます。あの DVD の時にはちょっとお腹いっぱい食べれなかったんですよ、はい、公開の食い逃げしてみますよ。いやいや、それはまずい。吉川にも最初に言っていいんじゃないの、ちょっと、うん、あの事情を話して。俺たちだから子が行くまでもう山賊ですよ。山賊さんですね。彦島にいるとね、明日の朝ごはん10時から餅がもらえるっていう。さっきそこの方がいて、明日朝10時から餅つき大会があるんで餅をタダで配りますっていう。だからその人に言えば明日朝のごはんはいらないですよ。餅はほら、さっさゴリさんが餅あんまり好きじゃないから。それはしょうがない。ゴリさん餅苦手なんよな。それは生きるか死ぬかの時に食うよ。さあ、村立て。おい、怖い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 。何が DVD の特典でこの店行って、年末、はい、キッズ来てる。めちゃくちゃ来てもらってます。マジで？マジで？マジで？いやいや、とんでもない。まあ、今日はもうちょっとラーメンいただくから、うん、まあ、1個だけちょっとした問題としては、俺たちが全くお金ないの。ゴリパラ見聞録見てきたっていう方結構いらっしゃる。それを言っちゃうとやっぱ申し訳ない。どうやろ、吉川、普通に、いや、おごってちょっと欲しいっていうことだけなんだけど、食べてあげるけど。もう食べていただけるんならもう大丈夫ですね。大丈夫です。すみません、 DVD は買ってくれた？はい、買った。買ってないね。ここ出てる。あ、もうそうですね。ありがとうございます。じゃあ、これで開けるんですよ。こっちもつけて。いいです、OK です。よし、皆さんに餃子に。めちゃくちゃうまそうやん。うわ、うまそう。どこ？全然喋らんし。替え玉。替え玉。ありがとうございます。はい、早いね。早い。このお店、早さ売りなんです。早っ。食事中にあれですけどね、もう森さんと一緒に銭湯とかよく行ってて、自覚が出てきたって感じで、ご主人の自覚。で、それで薬、僕、指に濡らされたんですよ。おい、そんなこと。時給発生するぞ。いや、マジで。マジで？いいこと一個もないじゃん。いい人すぎるやん。断り切らんかった。本当、圧力がすごくて。見えないからね。うん。私、いただきましょう。あ、来た。吉川ニコです。ニコちゃん全然もらってないよ。そうなんですよね。今ちょっと名前分けしますね。高菜を今持ってきてもらってます。あ、そうです。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。美味しかったですよ。すごいな。ごめんな。村田でご家庭もよろしくお願いします。至れり尽くせりね。でも今回はもうそのいろんなものいただいたじゃない、はい、自炊して泊まれる民宿みたいなのをちょっとリサーチ。長山ちゃん、行きますかね。なるべく条件のいいとこね。まあでも3000円弱よ、もう、うん、宿取れました。いくら？3300円です。300円ちょっとオーバーしてんな。3号15やから、16,500円。あんな条件に合った宿ってあったの？ありました。農家民宿。農家民宿？死んじゃうんだ。死んじゃうんだ。え、ちょっと待って。第3のホテルだね、これ。何鍋がいいの？キムチ。ベタだな。余計なことしないでほしい。俺ミルク鍋なんかいいなとか。絶対ダメ。絶対嫌だ。これめっちゃうまいっちゅうね。いやいや、それお店だったらいいけど、ゴリさんが作るミルク鍋。まずそうやもん。
ゴリさんとしてはオリジナリティが欲しいわけですね。そうなんですよ。いや、ここで冒険戦だよ、もういや、だったらもうウインナーとかで買っといてほしい。4000円使わせてくれよ、夜。いや、3だね。あれ金いんの？ここはいります。あら、これ関門トンネル。はい。ちょっと交代チェンジ。いつでも変わるからって言って、変わるって本当に言ったらなんか変な動きになるんですよ。いや、ブクブク、ここ行けるだろう。行きましょうじゃあ。はぁ、あ、疲れたな。金がないとこうもきついのか。ちょっと早く帰るぞ。堀さん、何回せっかく口を開けばチョコたらふくあるぞって言うんですよ。なんか知らんけどボディーブローみたいに聞いてるんだよ。チョコたらふくあるぞなんてセリフ初めて言った。初めて。今まで俺たちってチョコ全然もらってくれなかったから何回も言いたくない、ね、矢野くんは持ってたんだ。後ろの2人ほどじゃないですか。はあ。なん後ろの2人はもう壊滅的な状態であったんじゃないですか。斎藤ひどかったですもん。モテなさすぎてすごいです。なん何しよう、うん、料理する前にイメージして。ゴリさん、結構料理にほんとこだわり持ってるよね。そんなあれよ、ゴリさん。そんなにうまくないよ、料理。ゴリさん、リアルもう、だからもう…だけら…だけら…富士山…大丈夫？大丈夫です。だけら？やばい、ペペが運転した瞬間にあの窓が曇り出したぞ。ダリの曇りはもう、メンタルいじらんといてくれる。今ね。スーパー着きましたんで、ちょっと、ゴリさん、お願いしていいですか。オーライ。ダンボール？いや、袋代が1枚5円だから、うん、あ、なるほどね、ダンボールで。ゴリさんやっぱね、結構ね、奥様みたいにスーパー来たらテンション上がっちゃう。5000円使っちゃった。え？え？一、うん、人1000円ってことなんです。自炊の意味ないじゃん。圧倒的な量あるよ。だからやなんだよ、お前らに金任せんの。いや、ゴリさんがあんなスーパーでテンション上がると思わなかった。いや、でもマジでそう楽しくなってきちゃったって何なんですか、ゴリさん。どこ行くの俺たち。とんでもない山奥に。中山大丈夫か。合ってます。仏壇とかないよね。それだけ心配俺。なんでですか。いや、仏壇とか嫌じゃないですか、だって。仏壇は別にご先祖様とかさ。いや、ええの気にならんけど。あ、そう、はい、だってばあちゃん地域あるじゃん。いや、それはわかるやん。だけな。外国人おる。じゃない。あ、あれ？あれっぽくない？あれやったらいい感じよ。お待ちしてました。どうも。ああ、すいません。すいません。ありがとうございます。めっちゃいいじゃないですか。すごいですね。これいいよ。わ、ちょっと色に、わわ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 わ。最高。え、これで3000いくらですか？3300円。マジですか？何これ？え？え？イノシシ。え、いいんですか？ついてるんですか？込みでいいんですか？いやいや、まあこれは。あのサービス。また来てください。いや、もちろんですよ。ね、また来てくださいね。寄せちゃんこ鍋。ゴリさん、それ洗った？大丈夫です。あ、もううち。まだ足りてもないですけど。いや、いいんです、いいんです。もやし鍋って言ってもいいぐらいの、今回。うわ、すごい。はい、出ろーやるなぁ、まっちゃん。乾杯。はい、やるー。素晴らしい。うまい。か、結構でもガツンともくるね。濃すぎたのかな、ね、それ多分自分の入れ方でしょ。高級な板尾さん。色が。うまっ、うまっ。とりあえず今回はね、なんだろう。なんだろうね。僕らは分かんないんで。謎が難しすぎるよ。いただきます。ダメしばっかりやな。ちょっと薄くないですか。薄さの中に肉の味だけがする。味ぽんください。え、なんであれでまずくなるんですか。多分量が多すぎて水で薄まっとんやな、野菜から。そうですね。あ、でも俺それ言ったら、あ、大丈夫、計算しとけんって言って。え、不安ないよ、お前。全部分かんなかったけど。美味しくはないんじゃない。ちょっと板わさ中心になっちゃう。見た目うまそうですけどね。見た目が
だけ良くて中身がないの典型です。いやいや、めっちゃ腹減ってるから食うわ。うん。しかも高菜ちょっとこれ、これ結構いいかもしれない。どうした？水炊きだと思って食べれば。いや、そうです、そうです、そうです。いや、これ水炊き切り替えて、切り替えましたよ、水炊きなんです。鍋のこだわりがもう。で、水炊きだと思って食べたら、ニンニクがすごい邪魔してくるっていう。ああ。めんどくさくなった。イノシシの焼き肉始めたい。うまい。お、うまい。うん。なあ。うん。脂身すげえジューシー。もうなんか値段で決めるのやめよう。お前だよ一番。考え方改めるね今日は。今日という日は俺。お前毎週そうよ。人は変われるよね。こんなすぐ変わるやつ信用できるか。こいつすごいねやっぱね。いやすごいよ本当に。俺すげえと思うマジで。どういうとこが？自分のさ言ったこととかをさ。あるし。そうそれまで。全部もうひっくり返せんじゃん。この前こう言ってたからちょっと意見変わってる感じで嫌だな。言わんとことかならない。あ、ならないね。だって今はそうだから。それがすごいよね。言ってたこと全然違かったですもんね。そうそうそう。寒い。どっから行ってくるんだろうね。うん、スーッて冷たいの来るね。どうした？どうした？お前めっちゃ冷たいな。おい、おい、まだだよ。踊りたいね、俺は。酒と。今、待ってるのよ。ワルツ。ワルツ？今日はワルツの酔い方しようかな。今日はワルツだね。社交ダンスなんですよ。シャーリーダンス。シャーリーダンス。結構ええな。フラメンコ。お。テンテテンテレテテテテンテンテテンテレテテ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 テでげてん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 踊れてんじゃないね笑うしかない俺思ったよ本当にちょっと遠いさなにマラソンマラソンをね走るであ 42.1 キロぐらい走ったねもうあの一緒に走ってる人がすげえ声かけてくれるのよそれできるできんやろできない、できない自分がきつい時ですよできないでもやっぱなんか入ってなんだろう探知して、探知してって言った鼻声になってきましたね、うん、風邪ひいてちゃうねゴリさん、うん、マラソン終わってちょっとゴリさん気抜けて、うん、人応援したことないよ宇都宮さん斎藤のイメージは何ですか、うん、若手クラッシャー斉藤が仲良くなる若手はみんなやめていったり仕事がなくなったりするそういう意味で言うと応援できてないんじゃないかな嫌われてもいいからなんかこう言ってやるっていうのは必要な時もあるかもしれないけど、うん、でも自分が楽しいからやっぱ後輩でとってみたいないや友達だと思ってます結局自分だと思ってるんですよいくら言ってもその本人次第とか別に友達として遊んでて、うん、自分で頑張れよと思ってますいや俺はでも可愛がってる後輩2人いるんですよいつもでも絶対何とかしたいと思ってやっぱ曲とか連れて行ったり本当に間違ってないと思ってるから俺自分が楽しみたいの方が先に来てるんじゃないいやそんなことないあの本当に売れてほしいと思ってるもんえ急に変わったよねそれだから俺急に変わんのよだからもう全然それ信憑性がないよねだったらじゃあ俺は今まで応援したことないんだねなんて言わなくていいじゃんそっちがミスなるほどうんでもやっぱ先輩後輩っていうのはさこう距離がないといけないと思うんだうん、うん、どっかでね、うん、やっぱ寂しい部分もありながら、うん、でもがっつり友達になっちゃうとそれは応援ではなくて自分が喜びをこうあのだから俺が鍋と一緒に出ようとは思ってないだから多分一緒に出たらあんま面白く ならないと思うそれはそれで自分で頑張らないとダメだと思うけど、うんうん、気持ち的には本当に応援してるで若手クラッシャーっていうイメージがあもうついてるのは事実じゃない、うん、接し方がとそう、ね、ゴリさん的にはそういうことでしょでも何かしらの原因はあるわけやん全てが若手のためなのか友達が欲しいっていうのが本音だとは俺は思うけどねでも2人よりは費やしてる考えてる時間は多いと思うその2人に対してどうしたらいいやろうなっていう
そんなことはないんじゃない。俺はでも多いと思う。自分はね、分からん、もしかしたらめっちゃ考えてるかもしれんけど。自分が楽しむ方向が強くなってるのは自由だと思うけどね。でも、うん、一回忘れましょうこれ。すごいことになってきましたよ。もう富さんごめんなさい、森さんにもういろいろ言われるのとか嫌だし、寝られんぐらい腹立つし、いなかった親父みたいに思ってる。でもその言われたことはさ、合ってんの自分で。合ってるから腹立つよ。じゃあ言うこと聞けよ。その話聞いてると悪くない先輩じゃないかよ。いや森さんはいい先輩よ、そりゃ。いやでも森さん分かってるよ。一番突き刺さってるのはどの後輩よりも俺やと思う。どうにかしてこう落とし入れてやろうって。おっ、ちょっと出せない。怖い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 。いやほら、俺一番腹立つのは人にゴリさんのことバカにされるの一番腹立つんですよ。お前が一番バカにするなんか。いやそれはお前が一番ゴリさんバカにするなんか。ゴリパラの時だけなんですよね。俺はトークライブ2人でする時は、うん、これそんな言ってこないんですよ。だからやっぱゴリさんに対してのよ。俺マジでもうね、本当に嫌いっていうんじゃないですよ、うん、ゴリさん分かるよ。それ分かるよ。いやそれはだって そうでしょ、さすがに。いやほらゴリさんに認められたいっていう感じ。そうだから俺昨日ゴリさんに芝居うまいって言われた時もう死ぬほど嬉しかったんですよ。俺嬉しかったんだよな。ドラマ見てる時うまかったって言われて嬉し泣きすんの。嬉し泣きしてんの。だからもう家族みたいなもんやもんな。でもそうじゃないですか。まあね、もうこうなったらもう富さんにもお任せするけどさ。これはきついね。最高の食材じゃないですか。なんでぐちゃぐちゃするの。お湯は中学校してるんですか。これ見た。これベテランレスラー。これ俺がの服入れるやつね。あっ合図地だけで仕事金取んない。そうやろ、乗っかってくんなって。ゴーラゴーラ、助けて兄貴。てーちょっと待って、やめ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 て、しょうもないケツや。お前お前お前もうお金払うぞ。お金払うぞ。お前お前マジやめて。ちょっと分かんない。マジやめて。次回ゴリパラ見聞録、やっちまった斉藤、見逃すな。